はい、皆さんこんにちは。渡るくるびじです。では今回は、ハーツ・オブ・アイアン4、ガンダム1年戦争モッド、ジオンサイド共栄圏建設物語続きをプレイしていきたいと思います。地球侵攻作戦ということで、北米、そしてヨーロッパ・オデッサに降下を行いました。ただしですね、ヨーロッパ・オデッサの方は完全に連邦軍に奪還を許したということで、撤退をせざるを得ない状況になっています。一方、北米の方なんですけども、ほぼ完全に制圧が完了しまして、今南米の方まで、領域を広げつつあるという状況です。オデッサの戦いでよく分かったんですけども、連邦軍の物量は本当に驚異的なものがあるので、本当に連邦軍がね、一気に攻め寄せてくると、いくらモビルスーツで優位性を持っているジオン軍といえども、ひとたまりもないということが分かりましたので、まずこの南米をしっかり制圧してですね、地球上における製造、徴兵、こういったものをね、しっかりサイクルに乗せて、継戦能力を高めていきたいというふうに思っています。で、その後、再びですね、ヨーロッパ侵攻作戦を行っていくんですが、その場合は、ブラジルからですね、まずはセネガル、今でいうダカールですかね、ここに侵攻してですね、アフリカに拠点を築いていこうと思います。今回はその足がかりとして、南米を完全に制圧していこうというふうに思います。モビルスーツの方の生産なんですけども、いよいよゲルググの方に着手しています。なので、このままゲルググを作ってですね、モビルスーツの優位性を常に維持していきたいというところですかね。では、まず時間をゆっくり進めていきましょう。南米を制圧して、工場で、数確保して、生産のラインにゲルググを少しでも多く配備できたらいいかなというふうに思います。はい。旧連邦軍総本部のあったジャブロを制圧しています。このまま南米の方はね、順調に攻略が進められそうです。特にマニュアルで介入することなく、自動で戦線を引いたものに進行をかけて、攻略がね、できそうかなというところまでやってきましたね。工場の数もこれでね、大なり小なり増えると思いますし、研究の方もね、だいぶ進んでいます。ドワッジ下位まで今進めてますね。モビルスーツに関しては、ゲルググまで行っているので、一旦ここで、止めます。ゲルググマリーネとかね、ケンプファとかありますけど、この辺りには進まず、一度インフラ系とかね、あとは歩兵装備とか、この辺りの強化をね、少しずつやっていきたいと思ってます。で、宇宙の方なんですけども、ルナ2をね、攻略していきたいなと思ってるんですけども、今、艦隊がね、大気圏に、展開していて、この衛星軌道上で敵の艦隊と交戦中という状態です。ここで、連邦軍艦隊を叩けたらですね、ルナ2攻略を行っていきたいと思ってます。ドズルザビ中将の手腕にかかっているというところかなと思いますね。はい。これで完全に南米が我々のものになりました。長かったですけど、南米を攻略したことによって、工場の数も飛躍的に増えましたし、戦力的にもですね、海岸の防衛だけに、防衛部隊ということで割けば済むので、戦力的に余剰ができると思います。よって冒頭でご説明した通り、アフリカ大陸、ここへのね、強襲上陸を図るために、しばらくはですね、海軍、これで、このね、南米とダカールの間のこの海域ですね。この海域の制海権を取りに行きたいと思います。この制海権を取ったら、一気に強襲上陸、アフリカ大陸に攻め込んでいきましょう。特別計画の中に面白そうなものを見つけたので、これを少しやっていこうかなと思います。マハル疎開。これ、コロニー落としをするときに使った、作戦というか、シーマの部隊がね、このマハルに毒ガスを入れて、コロニーの住民を虐殺。そのコロニーを、地球に落とすという作戦だったと思うんですけど、これ行うとソーラーレイ解禁になってるので、これちょっとやってみましょう。ということはソーラーレイの時に使ったコロニーかな。いずれにしてもやってみます。どういう風になるかちょっと楽しみですね。はい。予定していた強襲上陸ができました。これで、まずガイアの部隊をね、先遣隊として送り込みましたので、ここで拠点を固めてですね、まずはガトーの部隊を送り込みたいと、ごめんなさい。ガトーの部隊をね、送っていきたいと思います。で、ルナ2攻略するためにですね、衛星軌道を確保しておきたいという思いからですね、ドズル艦隊に加えて、総帥自ら衛星軌道に展開してもらいました。まあ、その結果ですね、ご覧のように、これはパウロかな。初代ホワイトベース艦長、パウロ指揮する艦隊を撃破したというところですね。これで衛星軌道の制海権が取れたということになりますね。この後はルナ2までつなげて、ルナ2にね、強襲上陸をかけられる、ルナ2攻略作戦を発動していきたいというふうに思います。でガトーの部隊も、今ガイアの部隊に続いて、アフリカ大陸に上陸を開始しているところになります。このまま、ダカールまで攻め込めたらいいかなというところですね。ガイアの部隊もこの後増強して、領域を一気に広げていっちゃいましょう。ヨーロッパでは痛い目に遭いましたからね。ヨーロッパの借りをここでしっかり返していきましょう。南米を守る部隊がちょっといなくなってしまっている状態なので、南米をどう守るかをちょっと考えましょうか。一旦そうだな。ここは、ランバラールの部隊の一部を南米、東海岸に展開しましょう。これで連邦軍のね、強襲上陸を防いでいきたいと思います。現在はガイアの先遣部隊がアフリカ大陸を席巻中。この後、主力部隊となるガトーの部隊もね、到着待ちという状態です。これに加えてガイアの部隊は先ほどお話した通り増強してですね、さらに戦力を強化してアフリカ大陸を一気に飲み込んでヨーロッパを再び伺おうという作戦です。はい。ダカールの制圧が完了してます。アフリカ侵攻作戦順調ですね。というところでね、じゃあ今回はダカールの制圧完了しましたので、ここまでに一旦させていただいて、次回ですね、アフリカ大陸の攻略を進めてヨーロッパに再び侵攻していきたいというふうに思います。